ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケか、てめえ。カリン、チャクラ感じたんでまさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ、カリン、人質に取られるようじゃ足手まとい。てめえ絶対許さねえからな。すまなかった。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい。だが、本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろ、ということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが。オロチマルとやら、お前はまあいい。他のものが問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が。カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで。バカな。かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。行くぞ。ああ、で言うか。分かっているな。こちらも思い切りやらねばしないということだな。違う。どうなされたのです、こちらは。もう一度再びお前たちと共に戦える時が来るとは思ってなかったからな。自然と笑いが出てしまうのだ。わしらま様は変わりませんな。ですが、今回ばかりはこのわしも心が高鳴っております。ハッ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 。ゾローマ、受けてみな。ザリー、あなたよろしく。
すっきりしたぜ。そのようだ、この感じ。何か仕掛けてくる。すっきりしたぜ。さて、試してみるか。真珠の力を見せてやろう。なんか、やばそうなんだけど。排気が増えている。黒竜の術。受けてみな。黒竜の術。そこなどだ。何を遊んでいる。水遁水晶派。やっぱ僕だよね。あまり長くは持たないよ。どうする？こやつ。このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ、想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。あー、サスケ！待たせたな。いえ、それで結果は？うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ。
気を引き締めていかんとな。まだな。今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。